皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。5月31日に幕張メッセでガンフェスが。コスケ眠そうやなお前。いや全然眠くない。どうしたの？いやあのさっきちょっとあのハズチャレの予選に行っていて、あ池袋行ってたね、はい、うん、でちょっとそこでプロパズドラーと公認プレイヤーさんがいらっしゃって、はいはいはい、一緒にご飯食べてきて、ビールも飲んじゃった。飲んでないですよ仕事ですからね。はいはいはい、今週週末にかけてかな、アップバンクストアで、アップバンク杯ガンフェスのパズドラジャパンカップ第3回ですか、はい、その予選を行っております。あのまだ週末もやってますんで、どうぞ、参加されてください。にコスケ行ってたってことなんですけれども、本日5月22日金曜日、3時過ぎですかね、はい、発表されましたゼログインフィニティコリン。なんかゼログインフィニティって言いづらいですよね。なんかインフィニティゼログの方がなんかしっくりな、うん、個人的にはだったら無限大ゼログみたいな感じで。そう、そう無限大ネーミング、逆にしてほしい無限大ゼログ無限大ゼログゼログ無限大、コリンが発表されました。で画面見ていただいたら分かるんですけれども、はい、まあ、ガンフォーフェスティバル2015の、ステージで生放送、まあ、ニコ生ありきの、コリンです。難易度は絶地獄級のみ。おーこの村さんお疲れ様でした。なんかもうこの終わった感本当村さん、あの長い間いろんなステージでノーコンを続けてこられたかと思うんですけど、本当にノーコン記録が、いや僕はもうこれまでの村さんのことを忘れません。うん、ミッションインポッシブルじゃない、ミッションインポッシブルじゃないこれ本当に絶だよ。しかも全然違う精度ですよね。そうなんです、精度が違うんです。かっこ特殊何特殊って、俗に言うあのローグ型ダンジョンみたいなものですね。どんな感じなんですかね。ダンジョンに潜入すると全てのモンスターがレベル1の状態からスタート、はい、1バトル勝ち進むと倒した敵の経験値を得て、一定の経験値が貯まるとモンスターがレベルが上がる。敵モンスターの種類によって得られる経験値が違うと書いてあるんで、おそらく道中ランダムなんでしょうね。は同じ階層だったら色が違うドラゴンとかが出たりするんじゃないですか。それじゃあ攻略に若干運要素絡んでくる。攻略はやばいんじゃないですか。でチームモンスターのコストが低いほど得られる経験値が多くなる。コストが低いければ低いほど得られる経験値が多くなる。レベル上がりやすいって意味ですか。経験値が多い、そうでしょう、ね、とレベルが上がる。そうでしょうね。コスト、その個別のモンスターコストの低いモンスターだったらレベルがどんどん上がっていくのか、総コストが低ければ全体の経験値が多くて全体が上がっていくのか、それも分からない。分かんない。確かに確かに、この感じの状況でだからそれだったらもう僕あれで初見はもうクラウドシステムで。システム、いやだからクラウド実はやつ確かコスト22ぐらいしかないんですよ。セフィロスも22で、ユーナもそれクラウドかもね。はい、クラウドでガーッと並べてでいいかな。ちなみにあのこちら、今回のボスでございますけれども、ゼログ、まあ、インフィニティか無限大かステータスも発表されましたが、まあとてつもなく強い。ドラゴンタイプの全パラメータほんの少し上昇、闇の2コンボ以上で攻撃力が上昇最大6倍。しかもあれですよね、あの3ターンの間闇ドロップが落ちやすくなる、かつスキルターンスキルが1ターンヘイストかかるんで、これはあれですか、ループです、ループですよね。永遠と目覚めてる状態。概要欄にリンク入れておきます。どうぞタイムシフト登録をして応援いただきたいのと、当日幕張メッセいらっしゃる方、あの見取り図みたいなものも発表されてますけれども、あの幕張メッセとてつもなくでかいんで、おそらくステージ前には5000人以上入ると思います。ぜひとも応援いただければと思います。そこで降臨を私やります。超巨大スクリーンがきっとあるんだろうな。いやどんな感じになるんですかね。わからん。その大勢の人たちの前で村井さんがこうこの絶っていうこう、まあ、いわばミッションインポッシブル。絶だよ、私超だと思って、超地獄だと思ってたもんいやそうでしょうね。絶って何、はい、でここから先、ここ半年ぐらいやってなかったんですけどボックス見せます。おパーティー決めましょう。こちらすごい久しぶりなんですけれども、私の現時点でのボックスでございます。現時点でのボックスでございます。コスト順にしたんですか。コスト順に並べ替えてあります。まずリーダーは言っても一定強くないと絶対無理だと思うんで、まあ光代わり60なんですよ。
この60をコストが高いと考えるのか低いと考えるのかで言ったら多分上から数えた方が早いんで、多分高い方だと思ってるんです。となると多分光カリ使えないんじゃないかなと思って、50でもまだ高いんじゃないみたいな、はいはいはい、で40まで行くとベジットが入るんですよ。あ、ベジット40なんですね。結構下がってきましたね。降臨ボスが40ぐらいいるんですね、何もなければ多分ベジットかなという気がしている。ただあのドラゴンタイプのキャラクターって総じてコストって平均値高いんですよ。でベジットを選択した時点でサブでもコストを落とすっていうのがすごい難しくなりそうなんですよね。でも実はライダーとか23なんですよ。あ、ディノライダー、そうですね。とか、とか、あとはさっきもずっとボックス見てたんですけど、あのあれウィジャスとか、はぁ、17だったりするんですよ。低いっすね。低いウィジャス。あと35まで行くとですね、覚醒ラーがいるんですよ。あ、え、どういうこと。お前やん、ラーじゃないですかこれ。お前やん。でも HP とか考えると実はサンタサクヤもいるんですよ。え、35にサンタサクヤ、そっちで行った方がいいんじゃないですか。サンタサクヤ、なんか、あ、なんか安心してきた。サンタサクヤ、サンタサクヤいんならそっちだな。なんかいや、ベジ、あー、いや、まあ、まあまあまあ、まあ、サブも含めて考えないといけないよ。確かに、確かに。この下の方に行くと、まあブリが30にいるんですけど、スルーしてスルーして、クリシナが25なんですけどスルーして、ネフティスが25でここにおるわ、今気づいた。ただな、まあ、ちょっと慣れてなさすぎる、運用が慣れてなさすぎる。すごい、あの、あ、言うな言うな、あれだとは思うんですけど、はいはい、なんていうか、まあボスが闇水っていうのがもうすでにこの現状分かってるわけじゃないですか。あ、あれ水か。闇水なんで、副属性が水、主属性が闇で、まあなんと HP800 万ぐらいあるんやろな。どうなんですかね、多分ダンジョンの作り方だと思うんですよ。別に400万でもいいとは思うんですけど、400、500万でも、ただしそのレベルがそのボス到達時、そのどういうの、大体どのぐらいまで上がるのか、仮にコスト99でもレベルがどの子まで上がるのかとか、そっちの方が大事なので。わかんねえ。パーティーによって最大火力っていうのが多分上下する、今回は上下するよっていうことが多分ダンジョンの特徴で、まあなんというか、どこで抑えるのかが難しいですよね。だから例えばコストが総コスト500のパーティーはまあバカじゃないですか。まあまあきついですよ、まあ多分選ばないよね、うん、ただそのコスト150から200とかそのぐらいがまあ多分最適ラインなのか、もしくは100から150ぐらいが最適ラインなのか、そんな多分10、1桁単位では変わんないはずなんで、なんで多分目安として、あの村井さんがここでよ、なんていうか勝負、まだ進めの勝負なんですけど、この全体のチームコストで考えたときに、150までに収めようとするのか、それとも200までに収めようと努力するのか、だから1体あたりのコスト値を平均を25にすれば150なわけですか。まあ、だからそこですよね、まずの多分あの文章からまず考えるべきは。で、そこに対してギミック対応もあるんで、そう、はい、ユーナとかはスキル封印は対応できるとか、はいはいはい、しかもコスト22なんですよね。ただなんか不安だよね。なんかまあ基本的に対策しておいた方がいいナンバーワンは、まあ今だとスキル封印、次にバインドですね、うん、で村井さんおそらく多色で行かれるのかなという雰囲気があるというか、まあ多色で行かないったら他に何で行くねっていう現状ですし、こいつは入れようって決めてるのありますよ。あ、デブチョコボ、これ最高にいいですね。コスト10、しかも闇光 10% 軽減。ボスが、しかもボスが、は、あ、そうか、デブチョコも5体とか絶対無理か。これは1体しかやらない、1体しかいないから、デブチョコも5体だと 50% 軽減できるのか。ボスだけ待ってよ、
50%フレンドにデブチョコボはないよ。いやないだろう。違うんすよ、それはないっす。ただ闇属性軽減ってなんか軽減面白いな。パチ見てもらっていいですか。パチ、はい、実はもうね検討したんです。さっき検討済み。これとかどうすかね。コスト40、23、30、10、25。ただこいつ一個落とします。15になるんですよ。140、160か。そしたらそうコスト。フレンドがベジットで、総コストが160になるんで、大体。でもそう考えると150なんか切りたいな気持ち。そこまでシビアに戦うのかな、分からんけど。いやでもまあなんか私の中では何バトルあるのかも分からないけれども、オロチにピー食わせてスキルマンにしてやつを純ボス。え？でフェンサーでボス。別に1回攻撃だろうが2回攻撃だろうが、どんな攻撃が来ようが闇属性ダメージ無効か3ターン。これベジットで行くメリットがほぼないですね。そう、ドラゴンタイプがあの3体になるんですよ。あーなるほど。デブチョコボとフェンサーは違うから。違うんですよ、ドラゴンタイプではない。まあ、ただ、まあ、なるほど。でも気持ちわかるでしょ。すげえ気持ちわかるでしょ。なんですけど、その敵が闇属性でってなった時に2体攻撃火で光属性の倍率っていうのは16倍、しかも1体しかいない状態じゃないですか。で、敵が500万とか、まあ、600万あったとして、まあ多分削り切れるだろうとは思うんですけど、ただ盤面色変えられたりとかには対応できない。あ、だだ、できるか。デブチョコボが、うん、ギザール闇カーリーだから実質、まあ実質10ターンの闇カーリーだから、うん、で、まあスキル封印がまあ怖いぐらいですよね。まあそこは捨てで、本当はバインドも怖いんで、バインドのことを考えて、例えばこのフェンサーをさっきのベジットにする意味みたいなことを言うと、ドラゴンタイプだとしたらウィジャス、ドラゴンタイプなんですよ。でコストも17なんですよ。でバインドの対策ができる、かつあのゼローグって状態上向こうないよね。他のゼローグってあったっけ。他のゼローグ、他のダンジョンでボスでゼローグが出るときに状態異常向こうでかましてくるゼローグ、究極ゼローグですかね、とかいないよね。究極ゼローグはあの出てくる場合基本的に光闇吸収を初期で、うん、あの初手でランダムで 99% ダメージ、かつ、次に高ダメージからの盤面お邪魔に変える。どうしようもないじゃんそれ、勝てねえ。あ、でもそれはただその究極ゼローグで今回はインフィニティさんですよね。多分もっと強いんじゃないですか。ははっ、絶だし絶だし、それがただそのローグ型のレベリング形式のダンジョンでってなってくると、まあどうなのか分かんないですけど、まあ、でも初手で威嚇、あ、威圧5ターン、5ターンだよね威圧。久しく使ってないから忘れちゃった。4ターンか、5ターンだよね。初手で5ターン威圧して5ターン軽減か吸収かみたいなやつを乗り切ったとして、その乗り切る刻んだところでフェンサーで見切り使って3ターン無効にして、もうあとはひたすら殴るみたいな。もう必死必死必死、結構ありじゃない。いやでもその無効化ってあまり今まで降臨のチャレンジの時に使われてないキャラじゃないですか。全然使われてない。だからなんか見てみたい気持ちはありますよね。受けないっていう、ダメージ受けないっていう。何知ってます。副属性に変わったらその見切り効果ないんですよ。知ってる。なんで威圧からじゃなくて初手から見切り使わないと。まあ状態異常無効がなければ、なければ、あ、いや、あの状態異常無効が、あ、そうですね、なければというか2ターン目とか3ターン目とかで来るかもしれない。そっかそっかそっか。だから威嚇とか威圧はもうとにかく初手で打つしかない。初手に打ちたいですね、うん。てか変な話、それ初手でたその威圧中に倒せないボスはもうあかんと思うので、フェンス外していいんじゃないかなと個人的には思います。マジでだからウィジャスとかに行った方がいいのか。ウィジャスの方が対策取れるし、で逆に変あの威圧で倒せなくて見切りまで伸ばさないとこのベジットの火力でも倒せないっていうのであれば、
多分それはもう本来もう村井さんは最初から負けてます。そんなわけないと、はい、もうそんな男女ないと、てかむしろベジットで行くっていう選択肢で、ああそうだね、そうだね、はい、そこの、ま、判断ミスで、はい、そのダンジョンがその強すぎるとかじゃなくて、単純にそれはじゃあもうベジットで行くダンジョンじゃなかったねっていう風な返しになるんで、だったら他のちゃんとギミックも考えたウィジャスを編成した方が、その当日のなんていうか安定性とか、うん、あの全体を考えた時にいいかなと。ちなみにこのパーティーデブチョコボ以外全員ドラゴン、お全員ドラゴン、しかも威嚇が3枚、早めドロリフト変換2枚、ウィジャスとかコスト17だったじゃないですか、仮にこれが単体のコストでレベルが影響する場合でしたら、うんうん、あのデブチョコでレベルが上が HP が上がって、ウィジャスで回復力が、うん、早い段階で上がっていくので、いいですよね、バランス的にこの2体のおかげで回復、チーム全体に及ぼす影響っていうのがでかいよね、でかいですね。でこの場合総コストが160、あ、そうだ、160ですね、フレンドをベジット採用したとして、でもこの子も相当強いから、最初はここにクラピカ入れようかなとも思ったんです。うん、私も見てあれクラピカの方がコスト低いんじゃないかと思った。そう、ジャッジメントチェンジャンってドラゴンじゃないんですか。ドラゴンじゃない、そうですよね、うん、そもそもスキルまで言うとジャッジメントチェーンというやつは一旦しか変わらん、うん、どこや、あ、いたいた、まあ10違うんですけどね、コスト10違うんですけど、性能の差がありすぎじゃない、ドラゴンタイプとかってことを考えても。いや、もうベスト行くんだったらクラピカではなくてオロチを採用するべきだと。私もそう思います。やっぱりリーダースキルで回復力に倍率がかかるっていうところもあるので、やっぱりその全然違いますね、その回復力、ステータスにおいて全てがもう変わってきてしまうと思いますので、ベジットを採用するのであれば、もうそのリーダースキルの恩恵を受けれるだけ受けた方が絶対にいいと思います、うん、私もそう思います。なので多分本当にフェンサーは外すべき。なるほどね、威圧で倒しきれないんだったらもう何やっても無理だと、もうベジット採用が違ったんだと割り切れと。じゃあ光メタトロンとかはもう60とかなんですよコスト、うん、サブで60はあのよくわからないね、コストに応じてっていうルールを見た時点でちょっと選べないかな。あとマスリンがさ、微妙にデブチョコとまあ変わらないというと超言い過ぎなんですけれども、似てるのに60ってなんかコストがすごい、うん、コストが半端ね、すげえ多色多色で絶とかじゃなくてね、初めてだから地獄に挑むよとかだったら全然バータとか入れるんですけど、バータどこ、もっと下、あれ、あ、いたいたいた、コスト12のバータとか全然入れるんですけど、まああかんわと思って。ステータスってどのくらいなんですか、バータさんは。バータさん、はい、そんな高くない、 HP2100 とか、ドラゴンタイプなんですけどね。はないですね、ドラゴンタイプなんですけどね。コスト12で、こう、まあ今この瞬間にして結局このデータを使うかどうかわからないんですけど、やりたい方はぜひやられればいいかなと思うんですけど、総ステータスですね、まあこうコストで割っていただければそのモンスターのまあコストパフォーマンスというのが出るかと思うんですけど、要はコスト1あたりパーコスト、パーコスト、プラス換算でパーコスト、はい、コスト換算、コスト換算だからコスト1あたりのその子のステータス、ステータスでレベル最大換算でいいと思うんですけど、まあただまあ一応まあ晩成型とかもいるからな、そのレベルの上がり、ステータスの上がり方とかが、うん、その後半になれば後半になるほど上がっていくとかもそういうのもあるんで困ったことなんですけど、あ、難しいな、ちょっと、じゃあここで全然どうでもいい話なんですけど、魔法石が85個あるんですよ。ああ
1体ぐらいちょっと欲しいなと思って、まあ具体的に言うともう完全に名指しなんですけど、新しい火のライダー、あいつ進化した後で2ウェイ2つとか持ってて、スキル封印とか持っててコスト13なんですよ。新ライダーはいいっすよ。新ライダーの中でも火が欲しい。フェニックスライダー、あとさらにそのスキルがすごい良くて4ターンの間軽減、うん、めっちゃ強い、めちゃめちゃ強い、あいつ欲しいなと思って。ライダー狙い、ちょっとね、私どう考えても超地獄級だろうと思ってたんです、このガンフェスの降臨は、うん、はいはいはい、ね、だって発表があって、私がその発表を見てから知るわけがないじゃないですか。お願いしますよとか、ステージのスケジュールとか全部決まってて、よし何やろうかなって、発表は待ってくださいみたいな感じで、さあバーンって見て、絶って絶ってみたいな、なわけ、だからこっちもね、それ相応の準備をさせていただきたいと思って、今からレアガチャを17回引きます。 17? 違う、85個分ってこと。 ここで出れば入れます。だって今出るならグリフォンライダーですよ。ほんとだ、グリフォンライダー、確率の壁をね超えていく、超えて火のライダー、ちょっと新戦力欲しいなと思って、一体ぐらい新戦力、今のフェスが終わるの待った方がいいんじゃないかとか、引くタイミングが間違ってるとか、キフェスじゃないだろうと。いやまあ今そのなんていうか、今日告知があったわけじゃないですか、うん、じゃあ準備しなきゃということで、その流れの気持ちでガチャを回すことは非常にいいことだと僕は思うんですよ。いやだからそこに気持ちが乗ってるから、うん、いかに本気か、一発目で一発目で、また後々ゴッドフェスとか何なりがあれば、まあまた引けいいだけの話なんで、まあどうぞ。ほらいやいや村井さん一発目出してみる、ほら出してみる、ほら出してみる、村井さん、村井さん出してみる、出してみる、引くべき、乗ってる気持ち、ほら出してみる、1回目は村井さんが引くべき、ほら出してみる、あああいつら、あいつ金、あいつら金、あ、あいつら金なんだ。キフェスですね。キフェスで。シルさん、シルさんチス。レベル30ですね。コスケがね、いかに私に貢献をする気がないかみたいな。いや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 。金。金。お。これ出たらどうする、勝ちやで。あ、ちょっと違いますね。これはライダーシリーズ、ライダーシリーズ。いや、これ鎧騎士シリーズ。体力エンハンスですね。おお。クレーゼです。なるほど。体力エンハンか、まあ属性が結構面白いんで、闇水なんで確か、ブリで使ってやる、闇水だったブリで使ってやる。じゃあまーちゃんさん行きましょう。よっしゃ、金おろ、まあキフェスキフェスですな、まあキフェスでしたね、学面通りですな。なんだろうね、何がいいんだろうな。あっ、キフェスですね。キフェスぶりがすごいですよ、これ。そんなに、これフェスそんなにすごい。いやーもう、ほわちゃん来た、金いいブランコ、キフェスだな。ただ金率高えな、そうですね、結構金は出てますね。このなんかゴッドフェス以外にガチャを引いてるのとか、かなり僕久しぶりに見て、いや私も普通にゴッドフェスじゃないの。え、ライさん持ってますよ、金。あーちょっと違う、ライダー違い、ライダーしかもライダー違いだし、これ旧世代だし旧世代ライダー、ただ初めてなんです。いや、嬉しい、嬉しい、これは嬉しい、今後、今後ぜひ使いたい。それがあいつがあれなんですよ、フェニックス乗ればいいんですよ。そうだよ、ね、あるんだな、はい、1,2,3 ホップステップジャンプ、ホップ、はい、ステップステップジャンプ、いやステップ、いやステップ来た、ホップステップほらフェニックスっぽいキフェスウッドバーンな。いやフェニックス非属性だから意味ないのかな、私がここで新戦力を求めることは。さあ来い、いやふわっ、なんか、あ、あ、なに、この子コスト15なんすよ、実は。
敵対攻撃持ち。わし、わかんないですよ。マサムネ。マサムネ。あ、スタイルチェンジなの？はい。鎧騎士シリーズで、あの鎧騎士シリーズ実はコストが15しかなくて、スキブリーの2体攻撃2なんで、まあまあまあ。覚醒優秀やん。覚醒優秀やん。はい。ただ500万テーブルです。ああ。ああ、なるほどね。その400万テーブルか500万テーブルかってレベル最大の時に必要な経験値がっていう話ですよね。うん、上がりにくい。まあ、そこ関係あるのかないのか分からない。あるんじゃない？ないかな。ない、あるのであればデブチョコボも結構あんま意味ない。え、デブチョコボそんな高くなくなかった？あれ、あいつ500万とかじゃないですか？500万なかったっすっけ？え、あんななんかコラボ系のキャラで500万はなくない？いや、あったりします、あったり。あの、だってあの有名なあのクマさん、あいつ400万じゃないですか？ベア。ベアさん。てかすげえ完全にキフェスだな。確かに。こんなにキフェスなんですね。400万ですね、デブ。半分。大丈夫か？ふっ、あ、セポ姉さん。セルセポ姉。セポ姉さん、今のところ闇か木が結構強めのガチャドラですね。じゃあこのタイミングちょっと待ってください。ラッキーセブンよろしいですか？いや、カモンゴー。火のモンスター入れちゃいます。あー、まあでもね、大体そんな人のレアガチャってスッと。いや、カムセラさん、カムセラさん、赤ソニア引いた男だからな。赤ソニア引いた男だからな。よし、よし、来た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 。うわあ、マジか。え、待ってくれ、これそれライダー違い、ユニコーン、ライダー違いの光やんけ。いやー、あったあったね、いたね、いましたよ。やべえ、え、ちょ、ほらコスケ、ほらお前、あー、もう番号4つずれとればゴールやないか。え、でも通信の時も危ねえ。でも僕今のはそう、実はそいつ複数体欲しいなと思ってるキャラなんで。え、マジで。いや、1体持ってるんですけど、1体持ってるんですけど、複数で使えるんだ。いやいや、とりあえずなんか、とりあえずなんですけど、ニアピンだったな。うん、かなりあった。シンデレラ。いや、あと5回。ほいっ、金率高いな。あー、惜しい。惜しい。惜しいの意味が分かんないですよ。何惜しいの意味が分かんないんですけど、何が惜しいかよく分かんない。だんだん投げやりじゃない、リアクションが。惜しいならもう惜しいって言えばいいみたいな。よし、そいつかそいつじゃないかだから。そうなんだよね。そう、一点シュート。まあでも忍者も結構コスト低いですからね。ただサスケさん持ってるんですよね、私。あ、はい、一回整理します、はい。今んとこ僕がね、ある意味優勝してる。惜しかった。惜しかった。その勝ち負け関係ないから。全然。全然関係ないからね、ガンフェスに。はい。入った。入りました。入った。入った。どうかな。ディルシェルス。まあ、コスト低いんですけど、まあって感じか。多色には入る。入りづらいというか、まあ入らない。あー、初めてお見かけいたしました、ディルシリウスさん。結構金出るんだ。私も正直ない時にこんなにすごいびっくりしている。いや、あ、見たい。来てるよ太郎さん。いいな、小太郎さん。今日の最後ですよ、はい。毎日、これから毎日17回のゴッドフェスをガチャを、レアガチャを日課にされる気ですか？いや、日課にはしないですけど。日フェス来ないんですかね。ただ、さすがにね、幕張メッセのね、そのガンホフェスティバル201号のね、あのメインステージのね、まああれだけ注目を集めるステージでね、そうですよね、ちょっと恥ずかしい戦いはできないのでね、全力でこの金のガチャドラがこう卵を産むぐらいのことでね、それがよりいい戦いになるのであれば私は引くべきだと思いますよ、今回ばかりは。だって私超地獄級だと思ってたから。絶ってよ、絶って。でもあれですよね、やっぱゼロオフ
もう変な話、1周年の時にゼローグ伝説の大地が出たじゃないですか。あ、そうなの。あ、そうか。そうそう、俺初見9コンぐらいしたゼローグ。あれ大変なダンジョンだ、ノマダンの最初。うん、無理だと思う。あの衝撃がですね、また来たとしたら、あ、無理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 、絶対絶対無理、絶対初見のコンできない。9コン9コン、畑に植えるか何かかい。もしか今のマワちゃんがされたい。何でもないです、何でもないです。日本語って難しい。最後に行きましょう、最後に。マックスムライカラーのライダーがくれ。あ、でもさっきのやつもマックスムライダーカラーって。マックスムライダー、マックスムライダー。あー、似てる。まあ似てることに対して意味はないんだけど。鬼滅の時にガチャをしたら火のモンスターが出るだけでテンションが上がるっていうのが今回の、あー、なるほどね。私も似てるってなりました。私もそう思うわ。感動した。いや、惜しいと盛り上がれる。はい、皆さん5月31日、ガンホフェスより2015幕張メッセでございます。入場無料ですね。どうぞ多くの皆様お越しください。ステージ、タイムスケジュール発表されております。伊藤健二さん あのライブとか生ライブとか、あとは実はですね、発表されてんのかな、コスケももう出ずっぱりでございます。そうですよね。いろんなステージありますし、いろんな遊びありますし、もうほんと盛りだくさんですので、ぜひともお越しください。ちょっと私はもうちょっと悩みながらですね、どうしたもんかな。でもこのパーティー結構熱いよね。うん、なんかヒント出るといいですね。なんかもうちょっとしたらちょこちょこヒントとか出てこないのかな、ツイッターとか。でもなんかその小助がさっき言った100から150の間とか、なんかそこら辺もしかしてそのもらえる経験値とかを刻んでくるとか、うん、その刻みが、うん、一桁刻みはないだろうっていうのは私もすげえそう思った。で、10刻みでそのテーブルみたいなものが変わるのかとか、まあどちらにしろ低いに越したことはないと思うんですけど、本当にこのパーティーからあと10コストが下がればフレンドがベジットでコスト150は切るんだね。でもこんなことすごい話して、あんまりそのコスト関係なかったらどうする。でもそんなことないよな。いや違う、違うんですよ。今そのできることってコストじゃないですか。そうだな、引き出されてる情報、要は村井さんのが挑戦状突きつけられてるところから出されてる情報っていうのが、まあコストが関係しますよっていうヒントだけじゃないですか。だから考えるべきはそこしか今情報源としてないので、でじゃあそこからそれがあるんだったら、そのコストでレベルがってなったらどういう例が考えられるだろうかっていう予想を、まあできるだけやってるだけです。積み重ねていくしかない。あと私思いました、そのローグ型ダンジョン実装するぞって言ってたものにかなり近しいのが今回のダンジョンっていうことですよね。それがあれだけテキストでコストとか書かれてて、ぶっちゃけあんまりコストがそんなに影響がないみたいなバランスで、いや、ノバダンでテクダンでちょっと増えただけだ、アリューが増えただけだみたいなことがあるとは思えないので、かなりドラスティックにコストは影響するんじゃないかなと。やっぱり今一周回ってコストはかなり重要な指標だというふうに思い込むことにしました。何バトルぐらいあるんですかね。分からん。で、キャラがちゃんと成長するだけのバトル数がないと、なあ、1バトルでドーンって超レベル上がるわけはない。でも無限回廊みたいに1回から20回まではもうぶっちゃけそんな手こずらず雑魚キャラばっかりで、レベルが上がってってみたいなって可能性も全然あると思う。でもいいんですけど、そうなると僕が嫌なんですよね。ちょっとただないスキル上げめんどくさい。その後のことじゃん。もう小助さんみたいな、村井さんが勝った後とかじゃない、上級プレイヤーの皆様はもうあの P というのがいるじゃないですか。村井さんが勝った後の話じゃん。スキル上げがちょっと待ってくださいね。ただ一つその予想できる一つの指標として、ほう、はぁ、なに今回解放されてる時間が本来いつも48時間なんですけど、そうだね、最近48時間だよね。はい、48時間、まあ多分スタートの時間が、お昼の2時25分、45分なので、まあ近くも、まあ多分区切りよく火曜日の11時59分までになってると思うんですけど、どう
いつもより5、6時間ほど長い。おお。6時間ぐらい長いのかな。だからまあ、そ関係あるのかな。関係ねえよ。ないか。関係ねえよ。ただ、ローグ型ダンジョン。関係ねえよ。いや、言って、じゃあ言って、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 私の中では最低10だと思う。だって、バトルワンとか多分、あの、アワリンとか出てくると思うよ。まあ、レベル1で倒さなきゃいけないですもんね。うん。それこそ、レベルを徐々に上げようとか思ったら、え、私の中では30階層ぐらいあってもおかしくないんじゃないかとか。ないか、15とか。スキル上げのそれでもね、10は超えると思いますよ。これ、スキル上げ何なの？何なの？本当はですね、私来週ぐらいに何これ大丈夫でした。スキル上げなんと究極進化なんで、あのレベル最大で究極合成すればいいだけでした。よかった、何回そうでも来い。はい、え、はい、ごめんなさい、やさすがでございます、はい、さすがでございます。運がない、運がないからもうそれだけで安心したんだね、うん、育てればいいんじゃんね。絶な。皆様頑張りましょう。概要欄にリンク入れておきます。ニコ生のリンク入れておきます。タイムシフト登録ください。お願いします。よろしくお願いします。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブでは様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。